こんにちは、新聞紙工作作家佐藤泉です。この度ですね、 YouTube の登録者1000人、ようやく達することができました。1000人の方どうもありがとうございます。最初から YouTube 登録してくださった方や、最近ね、私の番組と出会って、登録してくださった方がいらっしゃって、やっとね、目標である1000人に達することができた喜びをまず動画としてお伝えするとともに、今後も私自身のチャンネルによってたくさんの人がこう元気になったり、役に立つねって言ってもらえるように発信していきたいなと思っております。ですから今後ともね、ぜひ私のチャンネル登録していただいて、私の新聞紙工作に出会って楽しくなったよなんて言ってもらえるような番組作り頑張っていきたいと思います。新聞紙工作のみならず、いろんなね、こうなんかちょっとしたアイデアとかもね、伝えていければいいなと思っていますし、私自身も YouTube が大好きで、 YouTube 今の生活になけてはならないもので、いろんなね、わからないことも YouTube 開いて、勉強させていただいてます。今後とも YouTube さんにはいろいろと、お世話になりますが、よろしくお願いします。こんな私でも YouTube、立ち上げて頑張っていけるような時代、すごく幸せだなと思っていますので。そして、新聞紙工作にやっぱりなくてはならないものは新聞紙です。新聞紙は今ね、あまり読まれないようになってきているって言われてますけれども、新聞というものはなくてはならないものだと思っていますので、読めたら、特にね、こういったね、色がたまに新聞紙の中に出てくるんですけども、こういう黄色もね、新聞紙の工作でこうやって活用しています。この新聞紙のこの、今ヘラクレス持ってますけど、こういったとこもね、色着色なしですよ。こういう新聞紙の色を使って貼ってるんです。